こんにちは、藤田海人です。今日はですね、我が家というか、うちの妻が入院しましたので、その体験をですね、交えて、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。家内の方が1月9日からですね、今年の1月9日から1月16日に、入院して退院いたしました。その時のちょっと状況というかですね、医療関係のことにちょっとお話ししていきたいと思います。こちらでですね、家内の場合は普通のパートで、社会保険に入っていましたので、この社会保険に入っていると、限度額適用ということができますので、そちらについてお話ししたいと思います。入院するということが分かった時点でですね、この限度額適用認定書をですね、社会保険事務所というか、我が家の場合は、全国健康保険協会の方にですね、申請しました。で、こちらの申請用紙はですね、確か入院先の方からいただいたと思います。それがない場合は、社会保険事務所に請求されると、各記入用紙が送ってくると思います。こちらの書いたのはですね、限度額適用認定書を申請するためのですね、申請書になります。で、これがですね、これを社会保険限度額適用書申請書というのがありますので、そちらを書いて出せばですね、社会保険事務所からだいたい1週間か2週間ぐらいで認定書が来ます。だけどこの1週間から2週間というのは、その曖昧ですから、やはりこれを持って入院した、この認定証と保険証を入院するとき、提出した方がいいと思いますので、できるだけ早めにですね、記入されて、送付される方がいいと思います。そしてこの中で、一応、健康保険限度適用認定申請書とありますので、その中に1点だけですね、ちょっと注意事由が書いたがいいという、これしとった方がいいよって言われたところがありますので、ちょっとそちらだけご紹介します。ちょっとすみませんね、眼鏡ちょっと外せていただいて、ちょっと読みますとですね、この健康保険限度額適用申請書というのが、あります。この中で、中ほどにですね、認定証交付対象者欄というのがあります。この中で番号的に行けば、番号ちょっと振ってあるんですけど、一応12番にですね、医療予定期間というのがあります。ここのところはですね、私の場合は、1月、今年1月ですから、平成25年1月ということで書きました。で、これはですね、できるだけ1年ぐらいですね、長めに買い取った方がいいということで、私の場合は、26年1月から26年12月ということを書いております。だからこれが1年ぐらいちょっと長く買い取ったがいいということで、このとこだけはですね、ちょっと書かれたがいいと思います。それと、ここに、限度額の計算の仕方が書いております。だけど、大体大まかにして、ABC ということでですね、自己負担限度額はいくらかということでですね、被保険者の所得区分ということになります。これは上位所得者、これはですね、月額53万円以上ですね。だけど、これは月額ですから、結構、年配者とか、役職者はこれくらいあられる方が多いかと思います。で、一般所得者、これはもう、一般所得者と、次に低所得者、低所得
低所得者はですね、この、ま、税金とか納めてない方とかになると思います。そちらはちょっと、私は詳しいことはわかりません。ただ、うちの場合は一般所得者ということになりますので、その計算仕方をですね、ちょっと、が書いてあります。これは、自己負担限度額ということで、8万100円とですね、それプラスところの、総医療費ですね。それ引くところの27万7千。それかけるの 0.1% となりますので、その8万100円にさっき言った計算式を足したら、その金額ということになります。これでいけばほとんど、まあ、8万台で収まると思います。ただ、まあ、ちょっと後でその、我が家のその総医療費をちょっと計算で出してみたいと思います。だから入院するとき、その社会保険証からもらった保険証、まあ保険証はもちろん必要ですから、保険証と限度額適用認定証を一緒に提出してもらえばよろしいかと思います。まあ、あと保険のこととかもありますけど、そちらはまた次回言いますので、ちょっと、なかなかいっぺんに聞かれる、まあ、もし見られる人 もう長くなるとですね、疲れますので、で、こういうことになります。それと、この限度額適用認定書はですね、退院の時は返してくれないようですね。私の方はこれはもらってませんので、病院の方でそのままもう預かるんだと、思いますね。これは認定証だから入院のその都度の発行にちょっとなりますからですね。だけどその辺のまた追加の同じ病名で治療とかある場合はその内で済むんじゃないかと思います。まあ、その辺はまた詳しいことはちょっとその社会保険とかにちょっと問い合わせてください。私の今回の経験ではですね、この金額のだけちょっとせっかくですから、出た分を明細だけ言います。ですね、まあ、入院の総合計で92,895円でした。この中で文書代がですね、7,350円ありますので、入院費としては、85,545円ということになります。だから、まあ、全部で92,895円は払ったんですけど、入院としては85,450円です。まあ、文書代とかまた、機会あればそっちはお話しますけど、病院代として、医療費としてですね、項目として85,450円になります。それをさっき、高額医療、自己負担額、限度額、で、ちょっと計算してみました。ちょっと、まあ、以前はですね、私どもは高額医療的と言ってましたので、これが、まあ、限度額適用に変わったのかどうか、その辺ははっきりわかりませんけど、まあ、意味合いはですね、今の方がもう最初から支払いはその金額でいいですからね、全然違うと思います。それと退院する前日の夕方ぐらいには病院の方からですね、概算というのが計算が出ますので、その概算額はいくらぐらいということを言われますので、それで大体わかると思います。それもですね、それの金額をオーバーすることはないと思います。うちの場合も概算で、まあ 9万1000ということで、言われました。ただ文書代がですねありましたので、その分が病院からいただいたのに比べるとちょっとオーバーしてますけど、まあ、医療費としてはその金額で収まっています。だから先ほど言いましたこのちょっと細かい数字になるんですけど、81,900円の逆算してですね計算しました。総医療額がですね結構かかっています。大体だったら81,500円かかっています。計算したらわかりますね。この金額なんですよ。だけどこの81,500円から267,000円引いて 1%、それかける 2% をします。それ 2% かけて81,100円引きますと、さっきの
私が言いました8万5545円になります。だけどそういう計算の仕方になりますので、まあ、あの病院行かれる場合も、まあ、それ以上はかかりませんのでですね、あの具合の悪いとか早く病院行って早く治された方がですね、もう自分のためでもあるし家族のためでもあると思います。まあ、今回はちょっとあの医療費というかあの限度額に関して話しました。そして総医療がやっぱ相当かかるんだなということをあの私も思いました。日本の場合はこういう医療制度があるからですね、本当助かります。本当ありがたいと思います。それとあのいろいろちょっと説明もあの不十分で あちこち飛んだところがありますけど、最後までですね聞いていただいた方は本当にありがとうございました。まあ、あのこれからもできるだけ皆さんに役に立つ情報をですねあの発信していきたいと思いますので、よかったらあのまた次回もですねあの見ていただければありがたいと思います。と最後まで見ていただいてありがとうございました。今日はこれで終わります。またこの続編としてですね他言い足りないところがたくさんありましたので、またそちらもあの投稿させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。今日は本当最後まで見ていただいたにはありがとうございます。これで終わります。